オイゲン・アスカナシーエウヘーンアシュケナージは、現ウクライナのテルノーピリ生まれのドイツ国の生物学者である。1855年から1859年にドレスデンの高校を出た後、1862年にホーヘンハイムのアカデミーでの音楽を学んだ。1864年からハイデルベルク大学で、 近代植物生理学の創始者とされるユリウス・フォン・ザックスやビルヘルム・ホーフマイスターの下で植物学を学んだ。1866年の卒業後も植物形態学などの研究を行い1881年にハイデルベルク大学の准教授、1897年に名誉教授となった。植物の水輸送の分野の研究を行い1895年受益の 上昇のための業種説を発表した。1886年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、ゼンケンベルク自然科学協会、ハイデルベルクの自然史協会、ドイツ生物学会の会員でもあった。アシュケナージの蔵書はハイデルベルク植物学研究所にあり、標本はゼンケンベルク博物館に寄贈された。アスカナシーは、 植物の学名で命名者を示す場合に言ウヘへん、アシュケナージを示すのに使われる。ありがとうございます。